はい、皆さんおはようございます。おはようございますっていうよりかは実はちょっとこんにちはに近いんですけど、いつもよりレイトスタートでございます。はい、そして、珍しくガソリンスタンドから草手前を始めようと思います。はい、改めておはようございます。で、こんにちはだ今日は昼からのスタートで、ファン2と493とファンヘッド3台での秋のツーリングでございます。今日は山の中を中心にしたコースを回って、ご飯を食べに行こうかなって感じです。はい、ちょっと山の中に入ってきましたね。まあ、いつも行く道の駅の反対方向を今向かってるんですけど、いや割と昨日の雨がちょっと残ってて、ウェットなところが残ってますね。途中で土砂崩れで通行止めって書いてあったけど、目的地に到達できるか分かりませんが、一応進んでみます。さらにもう書いたら猫バスしか通らないような道に出てきちゃいましたね、これ前にトトロがバイク乗ってますね俺かって言ってる森の中でパンヘッドの革へと音が鳴り響いてる。あ、ちょっと明るい場所に出てきました。ちなみにこの道、三河湖っていう、まあ、岡崎の奥にあるダムがあるんですけど、そこの横に出るんですが、はい、ここから WRC のコースですね。ここね、実はね、まあ、僕らはしてたんですけど、地元なのでめちゃくちゃ道が細いんですね。ようあんなところを60キロか80キロで飛ばしたり、ドリフトして、まあ、こういうコーナーですね、曲がるわっていう、さすがプロだなって思わせる通りですよ、これ。はい、もう本当に車1台分しか走れない道で、 S 字コーナーが結構強いんで、はい、493がおうおう言ってますけど、でさらに枯れ葉もついて、道路がさらに道が狭まったような感じがしますね。はい、そうです。でもなんかね、本当にそのレーサーならば結構こうテクニックを楽しめるようなコースでもあります。ちなみにこれは逆ですね、戻りの方ですね。はい、お、三河湖、あ、ちょっと水が少ない。はい、ちょうどいい中間地点なので昼食を取りたいと思います。泥が汚れた、サングラス先見せてくれ水ぼうそう、サングラスが水ぼうそう さあ、じゃあ昼食食べましょう。山びこ定食、五平餅定食、あゆの釜飯うまそうだけど、やっぱ五平餅かな。こんな店内です。座席に座ります。わあ、すごい、これまた五平餅なんだけど、これ何ですか。これニジマス、ニジマス、ここに泳いでるやつ。おお、泳いでる、すごいな。この内装にこれっていいよね。こんにゃくの写真ってこういうのなの。あ、これね、こんにゃくです。椎茸とこんにゃくが食えんもんで、鮎の釜飯にしたんですけど。あ、来た。はい。わぁ。ちょっとね、こんにゃくは感じたで、あぁ、嬉しい。九州の判定。うん、うわ、すごい。ありがとうございます。うわ、嬉しい。釜どんな感じ？いきますよ。はい。いいかなぁ。うわぁ、美味しそう。はい、ありがとうございます。うまそう。あ、山びこ定食も釜飯なんだね。スタンダード。椎茸。おお。どんな感じ？椎茸釜飯。わあ、美味しそう。いい匂いする。だしの匂いする。じゃあいただきましょう。いただきまーす。これ見て思えるのは、俺もこれ。五平餅は白米と同じ位置っていうのを皆さんにこう理解いただけただろうか。最初の一口選手権。どうですか。
あくか、うわか。炊きたてやで。あくわ。でも、いい音してた。うま。一口選手権、はい。お願いします。相当マストやったね。もう、いい湯気出てるよ。うん。椎茸の香りがすごい、これ。おー、うん、そう、食レポの人みたいじゃん。これ以上もネタがないけどね。食レポぶった言い方が。せっかく言ったのにもうダメ出しがない。ごちそうさまです。ごちそうさまです。ごちそうさまです。お金どこで払うの？美味しかったね。美味しかった。めちゃくちゃ満足。近くだけどこんなまじまじ見るの初めてかもしれん。すごいな。があって今日は山彦さんに来ました。ここも WRC のコースの途中にあるとこですね。3人でご覧系を楽しみましょう。動画、ご覧系の動画アップした時にコメントもらって、ここにスズメのヒヨドリの串焼きみたいなのがある。それを4級さんが食べたいって言ってたから。うん、いやいや、俺あれね、この時に親戚のおじさんに無理やり食わされてトラウマになってる。ああ、そうだね。笑えんくらい過去っすね。ガチで。これで僕は3回目なんですけど、来る人が違い、一緒に来る人が違えば楽しみ方も違うんですが、大きく違うのは葉っぱがちょっと少なくなりました。あ、こっちあ、愛の塩焼きあるよ。さっき火傷したもんね。したら多分アイがこうやって言うよ。アイユーオーケーって。飛ばします。これ再生回数だいぶ回る。飛ばしすぎ。何？四級さんも腕組んで歩きたいの？ちょっと憧れるの。憧れ。じゃあ腕組んで胸組んでしまったら。ちょっとしょうがねえな。難しいよ、おっさん どうでした、お二人、久々の高覧系。楽しかったです。日本球さん何年ぶりなの？いや、20年ぶりだった。パンニーは多分10年ぶりだよ。よし、ということで、じゃあバイク乗っても帰りましょうかね。はい、今高覧系を3人で歩いて、出て、でガソリンを入れて帰りの道です。今日一日地元の山をぐるっとね、秋を楽しみながら回ったツーリングでした。はい。じゃあなんか午後からのスタートだったけど、比較的のんびり走れたなっていう感じです。はい、そういった感じでまた次回もどっか行ったら動画撮っていきたいと思いますので、本日も最後までご視聴くださりありがとうございました。それではまた次回よろしくお願いいたします。バイバイ。